日米対抗ソフトボール2019ピッチャーの上野由紀子です。昨年はアメリカチームも B チームだったってこともあって参照することができたんですけども、まあ、私たちにとっては東京ドームで試合ができたりオリンピックに向けてのやっぱり戦いができたのかなと思っています。まあ、本当に試合をしながらチームを作っていく、まだまだそういう段階でもあると思いますし、これから試合を通して監督の意図と、まあ、選手の意図をしっかり意思疎通させながらチーム作りをしていくこと、まず焦らず、また油断せずしっかりチーム作りをしていけたらいいなっていう段階です。いろんな意味でお互い情報の収集試合になると思うので、その中でいかに情報をたくさん取ることができるか、またその中で結果を残していけるかどうか、相手の出方だったり雰囲気だったり戦い方だったり、いろんなものをやっぱり参考にしながら、また自分たちもその中でどう結果を残すことができるか、今のアメリカの状態を確認しながら試合をしていけたらいいなと思っています。どれだけ観察することができるか、個人的なことよりもチーム力として若い選手がどれだけ結果を残すことができるか、そこを楽しみに期待しながら試合に臨めたらいいなと思います。